独協埼玉中学校、高等学校、独協埼玉中学校、高等学校、独協埼玉中学校、高等学校は、埼玉県越谷市にあり、中高一貫教育を提供する男女共学の私立中学校、高等学校、高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間で、 第三学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校である。運営は、学校法人、独協学園。略称は、独ク独協。開拓、創造、親愛、拘束により、服装、頭髪やカビなアクセサリーの制限などはあるが、全体的な拘束による制限は、多くない。アメー祭、文化祭、 体育祭等の行事は実行委員会担当教員の下で生徒が行っている。アメー祭においては、1日目の一般公開終了後に行われる中夜祭り、一般非公開が行われる。有志バンド、ダンスチームによるパフォーマンスが行われる。体育祭は、競技の際は各、クラスごとに生徒が作成したクラス T シャツを着用する、等の伝統がある。 三年生はこれに加え、クラスオリジナルの衣装を作成する。その衣装を被り三年生の学年競技、ムカデリレーを走る。なお、東京の独協中学、高等学校とは、歴史的背景や独協大学への進学数等において、同じ独協学園の中学、高等学校であるが、その校風は全く異なっている。中高一貫教育校ではあるが、 高等学校からの募集もあり、外申請、高校からの入学生徒と、打ち進む生、独協埼玉中学校からの進学生徒との比率は、大体半々である。高校1.2年時は、外申請のみ、打ち進む生のみのクラス編成となり分かれているが、一部、授業は混合クラスにて、実施、3年時より、希望進路を踏まえ、打ち進む、外進混合クラスとなる。 3年次のコースは、文系、理系ともに、主に国公立、難関私立大学を目指す1、主に私立大学を目指す2があり、それぞれ、文系1、文系2、理系1、理系2と呼ばれる。また、独協大学への進学を希望する生徒を対象にした、下、独協コースもあり、これら5コースから2年次の進路選択時に選択する。独協学園が、 当時の西洋文化の中心である、ドイツ文化を取り入れるため、ドイツ学協会として設立したという歴史もあり、独協埼玉高等学校ではドイツ語の授業が自由、選択科目として学習することができ、もちろん卒業単位として加算される。かつては、選択授業に教養的要素のある授業や高校レベルにとどまらない、専門的な授業なども設置されていたが、 受講生の減少やカリキュラム改新のために減少している。また、学校の田植えは、学校専用の田んぼで授業を行う、中学1年生のみ。また、オーストラリア、ドイツの姉妹校と交換留学を行っている。2016年度の主な震度実績は、筑波大学、千葉大学などを含む、国公立大学に19名、早稲田大学に5名、 マーチと学習委員大学に113名合格などとなっている。このコースから進学できる学部学科は以下の通りである。その他の学部学科は他の推薦コースから進学することができる。独協コースに在籍する生徒は上記の目的達成のためいくつかの課題が課される。選択した学科ごとに多少異なるが、読書記録、卒業論文が大まかな課題である。 読書記録は学科ごとに指定された図書の中から20冊を選び読書記録を行う。経済学部であれば社会問題や経営学についての本、ドイツ語学科であればドイツ民族やドイツ小説の本語訳など様々ある。卒業論文では生徒は2年次3学期から1年間を費やし1万6000字以上の論文を作成する。学部学科ごとに 論文のジャンルが決まっており、その範囲内で論文のテーマを決める。論文作成のために生徒一人に担当教員一人がつき、指導を行う。また、大学教員も定期的に高校へ訪れ生徒へ論文指導を行う。年に5回程度論文をプレゼンテーションする機会が設けられており、生徒が教員、保護者の前で実施する。1月には、 独協大学にて、大学教員の前で、最終提出発表会を行う。1月の最終提出発表会後に優秀論文が選出され、卒業式で優秀論文賞として表彰される。以下が2017年度の独協コースの卒業論文タイトル一覧になっている。埼玉市岩月区、かすか市との境界に近い場所に立地する。学校全体としては、 約8万平方メートル。野外施設は、野球グラウンド、左翼95メートル、右翼90メートル、サッカーラグビー共用グラウンド300メートルトラック、テニスコート7面、屋外プール25メートル級コースを持つ。また、室内体育館は、バスケットコート2面のメインアリーナ、トレーニングルーム、講義室を備えた第2体育館が2005年度に、 設置され、25周年記念事業、第1体育館と合わせて2つ持つ。校舎は主に高校の教室がある、高校棟と特別教室がある、理科棟、中学の教室がある、中学棟からなる。校内には調理室、木工室、コンピュータールーム、書道室、社会科教室、理科実験室、生物実験室、物理、地学実験室、 科学実験室、美術室などがあり、音楽室は二つある。また、様々な授業で使用される、選択教室が五つ、講義室が三つ存在する。コンピュータルームは2018年に最新 PC に交換された。図書館には約五万八千冊の蔵書があり、休み時間、放課後は生徒たちの憩いの場となっている。府中教室には、 ロッカールームを完備しており、中学胸にはない、廊下もゆとりを持って作られている。しかし、東日本大震災の影響で、耐震基準が現行とは異なる時に建設された高校胸では、ほとんどの教室にひびが入るなどしたため、改築の声も多い。なお、中学胸に被害は出なかった。東部伊勢崎線千言台駅西口より、朝日バス独協中学。 高校行き、所要時間5分、または徒歩約20分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。